アーサー・バークレイアーサー・バークレイとは、西アフリカのリベリア共和国の第14代大統領。リベリア第18代大統領だったエドウィン・バークレイはおい。1854年西インド諸島のバルバドスの首都ブリッジタウンで、父アンソニーと母サラとの間で12人いる子供の一人として生まれた。1865年バルバドスからリベリアへの 入職者346人余りがいたが、彼も11歳の時、家族と共に、リベリアのモンドビアに移住した。大学では、国立リベリア大学で法律を学びカウンセラーや、後に交際判所で働いた。1874年20歳の若さで正解に、入り、初代リベリア大統領、JJ ロバーツ大統領の個人秘書となるが、結局彼は、 ホイッグ党の一般会計になった。1896年前大統領のウィリアム・ディ・コールマンの辞任により大統領となったギャレットソン・ W ・ギブソン大統領の下で財務長官として務め内閣のメンバーにあった。1903年選挙で大統領となり、1904年にも再選した。入職者の貢献とリベリア原住部族の政策の役割を行っていた。 1920年彼は国際連盟のメンバーとなる。1938年自宅で84歳で死去。ありがとうございます。